業界随一の辛口リコイル。今回はガス風呂の長物サイバーガンスカーヘビーを購入しました。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go.Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go.YouTube ご覧の皆様、こんにちは。長物ガス風呂のリコイルに憧れて、特に打ち味に定評のあるこちらサイバーガンのスカーヘビーを購入しました。まずはこちらをリコイルといえばでおなじみの東京丸い次世代電動ガンと、結構リコイルが強めでサバゲーにも使えるよということで評判のガス風呂長物で最初に購入した東京丸い MP7 ガス風呂バッグと、あとこちらのサイバーガンのスカー H の3機種で打ち比べてきましたので、まずはそちらの映像をご覧ください。よいしょ。それじゃあね、今からこのスカーの、実射性能をチェックしていきたいと思います。いきまーす。寒いとこんな感じです。じゃあ次世代いきます。セミオートから。じゃあ MP7 いきます。いかがだったでしょうか。ご覧いただいた通り、同じスカー H でも次世代電動ガンとは比較にならないほどキレがあり迫力のあるリコイルでした。私の個人的な印象としては、丸井の MP7 ガス風呂バッグは、まあ、スマートなリコイルのイメージなのに対し、こちらのスカーはね、重さがガツンとくるような感じでした。ゴンという重量感を感じるようなものでした。また購入時にですね、こちらのスカート丸井のですね M4MWS と比較させていただいて、その2機種で迷ったんですけど、まあ、ご存知 M4MWS もですね大変人気のある機種ですが、打ち比べた感じだと結構ね MP7 に似た感じのね、シュッスマートな感じの打ち味だったんですけど、やはりね丸井さんということで命中率をね意識して作っていらっしゃるのかなということで、まあ、リコイルのガツンという感じだとどうしてもやっぱり集団性がね犠牲になりがちだなのではないかということで、リコイルにねガスソースを割いてしまってるのかよくわかんないんですけど、爽快さという視点においては
こちらの方が私は好みだったので迷った挙句このサイバーガンのスカイ H を購入しました。よりね売ってる感があるということね。こちらを購入しました。実際にですねゲームに使ってみた印象としてはやはりねいい音とともに売ってる感を味わえてね大変満足感を得られる製品だと思います。振る音もすごく迫力があって、あちょっとね振る音もね、今ガス切れであれだったんですけど映像をご覧いただければ分かる通り、おおこんな感じでね、すごい迫力がありますし、結構ね、塗装の質感も良くて、あの、ベルギーは FN 社の正式ライセンス品なだけあって、刻印もリアルですし、またね、東京丸井の電動ガンだと、どうしてもオミットされがちな、こちらのね、レールに数字が振ってあるところだったりね、やはり実物好きのユーザーにとっては気分が上がるのではないでしょうか。あとはですね、こちら、マガジンのここに、こちらにですね、切り替えスイッチがありまして、このマガジンリップ、もしくはね、ここにマガジンの押し出すところをね、下げる切り欠きがありまして、それを押しながらスイッチをね、入れ替えると、BB 弾が入ってなくても、ホールドオープンしないようにできるのがね、素早く切り替えれて、で、空打ちモードにすぐ切り替えられるというね、機構がありますので、外装の質感の高さと、あと、リコイルの楽しさもあって、部屋でね、こうやってガチャガチャ遊ぶのに、もってこいな製品ではないかなと思いました。ただですね、個人的にはちょっと合わなかったかなと思う点がいくつかありまして、まあ3点だけ、私的には合わないなと思ったことがあります。まず1つ目、マガジンの相談数が24発な点。次、2点目、コップダイヤルが変な感じな点。最後に、キレがありすぎな点ですね。この3点がちょっとね、個人的に合わないなと思いました。まずはね、相談数。こちらのね、マガジン、相談数が、相談数が24発。少ない。圧倒的な少なさです。そりゃ、7.62mm の、まあ、スカヘビーなんでね、弾なんで、まあ、リアルかもだよ、そりゃね。でもね、こちらね、スペアマガジンがね、付属でついてくるものと、まあ、サバゲーで使うとすると、当然購入することになると思うんですけど、一つあたりね、8000円近くするんですね。なのにもかかわらず、24発しか入らないというね、なんでしょう、この製品のね、ロマンの塊感がね、まあ、突き抜けてるなというかね、まあ、最高にクールですよね。はい。二つ目、ホップダイヤルですね。こちらね、ホップダイヤルがね、ここにあるんですけど、これですね。多分これなんですけど、素手じゃね、触れないですね、ここ。工具なしでは触れないです。まあ、テイクダウンすればいけないこともないかもしれないですが、変な位置にあるんでね、とても使いづらいです。サバゲーというのはね、どうしてもね、まず最初にゼロインをするので、ホップ調整するのでね、その日の気温に合わせて、ホップパッキンがね、の柔らかさが変わってくるので、ホップ調整をするんですけど、まあやっぱガスなんでね、冷えちゃうということで、気化熱で冷えちゃうからどうせ調整しても意味ねえじゃんみたいなところなんですかねよくわかんないですけど、一応ねこれ手で回るぐらい緩いんですけど、まあどう頑張っても手ではいけませんし、アンダーレール外せばいけますけど、クリック感もないですし、まあなんかあれですという点が残念です。最後にねこちらがね、キレありすぎな剣ですね。もちろんね、それメインで、それが欲しくて最高に迫力のあるリコイルを求めて購入した。それのみで買ったと言っても過言ではないんですが、勘のいい方はね、打ち比べ映像の時に、この親指に絆創膏を貼っていたのに気がついた方はおられるかもしれません。その方はね、鋭いです。このね、恐ろしいほどのね、チャージングハンドルの
キレのいい動きでね、うっかり指巻き込まれてね、ちょっとねズタズタになっちゃったんですけど、どうしてもやっぱりねサバゲーで狙ってると左打ちばっかじゃなくてね、あのスイッチして右打ちにもなっちゃうんですけど、まあ、一応ねここねサムガードっていうんですかね、親指が巻き込まれないようにここにね指のストッパーがあるんですけど、いつものくせにねこうやってね親指立てて打っちゃってたんですね。でちょうどねこのフルストロークなのかちょっとわかんないですけど、このねストロークのね最中にね親指いっちゃってね、あっで戻ってくるときにザクッといっちゃってね、大変危ないですこれ右で打ちはいいんです、あ左で打ちはいいんですけど、なかなかね慌てふためいてるとき、敵見つけばだだだだ反対みたいなときについここに置いちゃってね、大変な目に遭ってしまいました。どうしてもね忘れちゃいますよねやっぱり、忙しいときにはね。ということでね、まあ、もちろんそれが持ち味で素晴らしいところではあるんですけど、手袋すればね、あそこまでひどいことにはならなかったかもしれないですけど、危ないなっていうところですね。まあ、以上の、この、あまり私には向いてなかったなという3点をですね、踏まえまして、私個人的なレビューの意見としましては、サバゲーで楽しく使うというよりは、これをね、飾ったりですね、ガチャガチャして楽しむお座敷シューター向けの製品なのではないかなと思いました。以上がヤムチャのサイバーガンスカーヘビーのレビュー動画となります。最後までご視聴ありがとうございました。